ここはスタート現勢入って、はい、やっぱり石塚君は後ろから攻めたいですよねでも、やはりこういうところで出てしまう選手っていうのはやはり事故点だったりそういうことを気にして出ていきましたねうん、うん、だから坂口君が出ていって、うん、まあ柴崎君を前でっていうのをねうん、うん、レースを選びましたよね、はい、でも柴崎君もねあの先行する足ありますから別に前にとってもね、はい まあ巻き返すタイミングがあると思うんで、うんはい、畑君といかに中断を取り合うかってことですよねちょっと足使ってましたねそうでああいう足が、ね、無駄足になってしまってんだ結局、畑君は7番手になってしまったのでもう勝機がそこでないですよね、はい、だから、あとはその畑君のスピードを生かした3番の渡辺、ね、哲夫選手、はい、見事な差し足ですよね,っすねやっぱり、ね、あの今の競輪っていうのはやっぱ自力足がある追い込み選手がやっぱ強いですね。<laughs> だから結局、渡辺君もずっと自力でやってたんでそういう足が備わったまま追い込みに、ね、年齢とともに若い選手が出てくればつくようになったのででも、く君がでもあえて位置を取ってくれて最後、スピードをくれたから伸びたっていうのがあるので渡辺選手もうまいレースしましたよね最後いい伸び足だあと石塚君は,ここはもうあの後ろのく君が上昇していっ,ったところをたけば先行。 はい、で柴崎選手がそこで中断、もしかしたら畠選手と取り合ってくれないかなっていう思惑を出してたと思うんですよ。自分が思うのは、やはり古生選手、車間開けませんでしたよね。開けませんでしたね,そうですね、はい、あれがちょっと自分の中で、あのー、マーク屋になってきたなっていうのが<ー>普通は車間を開けるんですよ、はいはい、それで後ろと合わせて踏んでいくんですけど、まああのー、俺が車間を開けないときは。 あ、こいつか,かかってるなと思う時。あ、そ、ど、そうですよね。かかってないな、こいつちょっと失速してきたら、残せなくなっちゃうなと思ったときは、車間を開けますね。はい、ああ、そういう感じ。あと自分の技術として、わざと車間を開けて、後ろの選手に。あ、いるんだから、行っちゃえって、餌撒いて、まくらせて、ブロックするっていうのも、自分の。技術の中でやってましたね。はい。あ、ここですね、ちょっと。もうここは<の>もう行きましたよね、もう。はい、もうこれ澤田選手も四十五歳、結構口開いて。 厳しいなと思ったんですけど、やっぱりさすがですよね、はい、これ3番でついていって、はい、であとはもう、小く君があとはどうね、うん、料理するかですよね、負け、はい、てきた選手を、もう柴崎選手もここ、ここ行ったら小く君にブロックされんじゃねえかな、<laughs> おっかねえなあと思いながら、ね、なるべく車間を空けて、小く君に気づかれないようにゴールに近く行きたいなと思った時に、ここですよ、ここで小く君が思う以上に、おっといけね、ここでもう、繊維喪失ですね、もうね、うん、完全に。<laughs> あ もうそのぐらい古傷選手持ってき方が鋭いです。やっぱ B.M.X 下がりですよね。本当ですね。あの動き古傷選手のいいとこですね。はい。いや。はいそういうレースだったですよね。はい。地元で良かったですね。着で。はい。お客さんの声もすごいですねやっぱりね。すごかったですね。本当今回ねあのタイトルね目指してもらいたいですよね。はい。地元で G1 ですからね。ぜひ明日以降も期待していきましょう。